今月18日から仙台青葉祭りが始まるのを前に、青葉区の瑞鳳殿で地場産業の発展を祈願する奉納の会が開かれました。奉納の会には伊達家18代当主の伊達康宗さんや地元企業の経営者らが出席しました。奉納の会は地場産業の発展の礎を築いた伊達政宗公に感謝し、さらなる発展を願おうと仙台青葉祭りを前に開かれています。今年は県内に本社や工場を置く40社が日本酒やこけし、笹かまぼこなど地元の特産品や工芸品を奉納しました。伝統工芸一閑張というものをバッグに仕上げて、着物とそれと手すきの和紙、帯を貼って仕上げて持ってまいりました。伝統工芸なので、それを皆さんに少しでも広めていきたいなと。コロナも、5類になってちょうど今日で1年ということにもなりますけれども、これからですね、また産業が活発化していくようにですね、祈っております。奉納された工芸品は今月19日まで瑞鳳殿の資料館に展示されます。